ピーターパンはアメリカ合衆国で生産された競争馬、シュボバ、ベルモントステークスなどに優勝し、シュボバとしても成功を収めた。アメリカ競馬市場に大きな自責を残したジェームズ・ロバート・キーンの生産所有馬。管理調教師はアメリカ競馬の殿堂入りを果たしている、ジェームズ・ゴードン・ローシニアであり、両者は父コマンドの場所、調教師でもあった。 二歳で競争馬としてデビューし、この年は8戦4勝。秋にはアメリカ2歳戦の最高峰、ホープフルステークスを制している。三歳時は9 0 6勝2着2回という卓越した成績を残していた。ピーターパンが競争馬時代を過ごした当時のアメリカでは、まだ三歳三冠戦が形成されておらず、現在三冠の初戦、二戦目に位置づけられている。 ケンタッキーダービー、プリークネスステークスには出走せずベルモントステークスに望み優勝。他、当時は非常に重要な競争と位置づけられていたブルックリンダービー等も制しており、ピーターパンはこの年の最優秀三歳母場に選出されている。三歳秋に剣を負傷し、競争場を引退。キーインが所有するキャッスルトンスタッドで種母馬となった。 タネボバとしては一時フランスに売却されたが、その後、ハリー・ペイン・ホイットニーに購買されて、アメリカに戻り、以後1933年に死亡するまで、ケンタッキー州のホイットニーファームで、つなぎようされた。死亡後その遺体は、同場の一角に埋葬されている。サンクは早熟傾向が強く、競争成績においては、貧馬の方がより顕著な成績を残したが、オスゴマもタネボバとなって、 成功を収め、特にペナントとブラックトニーが多くの活躍場を送り出した。2年連続のアメリカ年度代表馬を受賞したペナントサンクエクイポイズを筆頭に、一時その不景は広がりを見せたが、今日では衰退している。しかし、ブルードメアサイアーとしても大きな実績を上げており、母系にその血統が受け継がれている。アメリカでは1940年より、 本場を記念した重症競争、ピーターパンステークスが施行されている。ありがとうございます。